はい、皆さんこんにちは。ブレインマジックのカイト、大坪です。今回は、オービタル2のプログラムマクロを活用して、モーショングラフィックスの制作をどう効率化できるか、皆さんにお見せする企画を行いたいと思います。イェイ！はい。案外、オービタル2のプログラムマクロ機能って、使い方ってわからない方もいらっしゃると思うんですよね。はい。実際どう？いや、私も 100% まだ理解できてない。それは嘘でしょ。いや、マジですよ。マジですよ。意外と、まだ知らないところとかあったりしますよ。あ、なるほどね。で、まあ実際に今回の企画を通して皆さんに、オービタル2をどういったところで使えるのかであったりとか、どういったような設定の仕方があるのかについて、ご説明できればなというふうに思っております。実際今回の企画を通してね、プログラムマクロを作ってみてどうだった？いや、正直もう、思った以上に時間かかりすぎて、死にそうでしたよ。なかなかね。だから、本当にプログラムマクロを突然作るのって難しいと思うし、どこでどう使えるかっていうのも分かりにくいと思うんで、今回の企画を通してですね、皆さんに良さが少しでも伝わればというふうに思います。では、オービタル2のプログラムマクロを活用して、実際にこれからお見せするモーショングラフィックスを作っていこうと思います。じゃあ、まず皆さんに見てもらいましょうか。はい。では、こちらになります。はい、いかがだったでしょうか。今回、先ほど見ていただいたですね、モーショングラフィックスは、5つのモーショングラフィックスを掛け合わせて作っています。で、この5つのモーショングラフィックスなんですけども、単発で使うこともできるんだよね。はい。なので、まあ、それぞれ単発で今回説明させてもらいつつ、オービタル2のマクロの活用の仕方などを皆さんに感じていただければというふうに思います。はい。といったところで、次回からじゃあ解説進めていくんだけど、次回解説する動画ってどういったものなんだよ？最初に紹介するのが、図形が伸び縮みしながら、左から右に向かって動くモーショングラフィックスになります。結構私見たんですけど、こう背景動画とかでかなり使えそうかなというふうに思っているので、ぜひ皆さん次回見ていただければと思います。じゃあ今回はこんな感じで。で、あ、ごめんなさい、言い忘れてた。オービタル2のプログラムマクロってそもそも何なんだっていう、なんだろうっていう方いらっしゃると思うんで、そちらに関してもまた別の動画で解説していきたいなとは思っております。まあ実際にこれからですね、次回からオービタル2を持ってる人も持ってない人も楽しめる動画になっているかと思いますので、ぜひ見てください。じゃあ今回はこのような形で終わらせます。ありがとうございました。はい。